おはようございます。こんにちは。こんばんは。会社員ラコくんです。今日はですね、先日、福岡県のマリンワールド海の中道に、はい、ベベーン。ラッコに会いに行ってきましたので、ちょっとご紹介していこうと思います。ちょっと Vlog みたいな感じでね。まあ、先日って言ってもね、めちゃくちゃ前で、俺の編集がね、全然進んでなくて、今の公開になるので、なんとね、激寒映像、半袖の人出てきます、これかな。はい、ここは完全にモザイクで、皆様、お子さん方がめちゃくちゃいましてね、これ、看板なんだけど、リロー君っていう方、この、オスの、とても真面目な紳士の野球児、完全に僕のことですね。まあ、リロー君にね、ちょっと会いに行ってきます。そして、ここが水槽で、はい、来ました悠々と、気持ちよさそうです。ちょっとね、今ね、冬なんでね、完全に泳いだら死んでしまうんですけど、実は夏に行ってて、もうこれ、めちゃくちゃ気持ちよさそうと思いながら見てみました。来てます、来てます。かわいい。会社員ね、ラッコくんっていう、名前でありながら、俺ね、実はね、ラッコ見るの初めてだったんだよね、この時。マジで感動の再会。もう、初めて会ったとは思えない。もう完全に顔見知り、人見知り。なんかもう何を言ってるのかわかりませんけど、はい、このツヤ。めちゃくちゃもうキューティクルが、触ってみたいな、ラッコ。どういう肌触りなんだろう。うわー、これになりたすぎる。まあ、平日ってかもうね、仕事なんかしてないで、こういうね、リロ君みたい。いや、リロさんは、多分めちゃくちゃこれで稼いでると思うんで、あれなんですけど、これになりたいよね、悠々と海の中を。はい、これ僕ですね、もうギリギリ、顔が見えてるか見えないか、顔バレを注意しながら手を振っていきます。で、なんか午後にもう一回行ったんだけど、なんかね、カラーコーンとね、一緒に戯れてたの。何なんだろうね、カラーコーン好きなのかな。なんかめちゃくちゃお腹にはまってるのかさわかんないんだけど、すごいお気に入りみたいで、リロさんめちゃくちゃ、スリ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 、かわいいんだ、これがまた。キョロキョロ、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 なんかカラーコーンのおなんかホラガイみたいに使ってるようなね、仕草がね、めちゃくちゃ俺的にお気に入りだった。てな感じでね、ちょっと短い動画になるんだけど、またリロさんに会いに行きたいなぁ。本当に可愛かった。最後はね、ちょっとね、写真を載せていこうと思うんで、どうぞみんな癒されていってね。わあ！